じゃあ今日は BFM2021 10パック入手したので開けていきたいと思います。なんかイベントのなんていうんですかね、バラパックっていうんですか、まあそういうのだったみたいなので、中に何が入ってるか全然わかんないみたいな感じらしいです。あ、まあなんでとりあえず気にせずとりあえず10パック。村上選手、西田選手、徳川選手、松本選手、坂口選手、星選手、倉本選手、松本優選手、インサート、キープオンゴーイング。これは吉田大輝選手ですね。はい。はい、そうです。インサートが出てくるんですよね、これ結構。前日ハムで入手したそんな感じだったような気がするんで、よいしょ。はい、次久保選手、チェックリスト、本山選手、石山選手、青木選手、おリードトゥービクトリー、清水昇選手のインサート、やっぱインサート結構出るんだよな。近藤選手、川端選手、松本優選手、サンタナ選手、オスナ選手、 Go for it 梅田選手。このバッグも結構開けたんで、インサートは基本持っているはずなんですよね。なんでシリアルとか出てくれたらいいなぐらいで受けてます。はい、山崎選手、高橋奎二選手、荒木選手、山田選手、田口選手、サイスニーズ、サイスニードってサイスニードじゃなくてサイスニードで、登録名は生と目をつなげたもの、やっぱりってことはサイスニード選手、1個目決めちゃった。本山選手、金久保選手、青木選手、マッカーフ選手、島選手、サイスニード、どこがあれなんだ、マクガフ、スコットみたいなところがある。あ、なんか細かいところ気にしないんでしょうね。長岡選手、吉田大輝選手、今野選手、清水昇選手、30ホール倍近く取ったって考えると恐ろしい。大村選手、太田選手、星選手、石田選手、青木選手、久川選手、田辺選手、長谷川選手。ラスト2パックになってしまった。って考えると日ハムのこの前のって相当な当たりだったのかな。高梨選手、小川選手、宮台選手、高津監督、アウェイさん、石川正則選手、クスマスコット、ドミンゴサンタナ、ドミンゴサンタナだからスニーとか、高梨選手、中村選手の2番、坂本選手、梅野選手、山田選手でした。ということでインサートが3枚、そしてこのまんまの流れでもう1個、実はジェネシス、これもちょっといただいたというかなというかなので、開けちゃいたいと思います。結構ジェネシス開けるの好き、好きというか
いいなって感じだったんで、今回もよいしょ、だいぶ分厚いですね。前回なんか出たって、今回は確か忘れちゃった、はい、山岡選手、高橋選手、田中選手、坂倉選手、いいね、お、奥川選手って前回も出たかな。ジェニスって買う機会がなかったので、レギュラーだけでもね、コンプリートできればいいんですけど、ホーキンス選手、ラオウ、杉本選手、鈴木誠也選手、ビシエド選手、山崎選手、ミニボックスだからシリアルが1個は出るかな、ちょっとその辺もよく分かってないんですけど、磯畑選手、中村選手、おお、鈴木選手の100シリですね、戸郷選手、そして近本選手、出ないのかな。鈴木誠也ラストパックって考えたらね、あとはヤクルトのレギュラー出てくれればいい。伊藤選手、栗原選手、甲斐選手、松原選手、スワちゃん、スワちゃんいなくなって阪神だいぶ苦しんでるんでね、もスワちゃんがいなくなってね、新しいスワちゃん来ましたけど、よいしょ、マーティン、中村選手、そしてチェックリスト、ほんと分厚いから紛らわしい、ドラゴンズチェックリストですね、はい、甲斐選手、栗林選手、ルーキーカードだけど、これに、あ、ここに入ってるのか。ルーキーカードでした。ということで、今回、これかな。鈴木誠也選手の100シリの、紫結構かっこいいな。誠也選手の100シリのカードが出ました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。